はい。ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、私の身近なところのお話をしてみたいと思います。さて、皆様は本大好きですか私も本大好きで、いっぱい本があるわけでございます。まあ、いろんな種類の本を持ってるわけなんですけど、まあ、最近は何かと、ちょっといろいろと忙しくなってしまって、本を読むこと、読む時間が取れないわけですよね。まあ、 よく本好きな人から言わればいいわけじゃないかってよく言われてしまうんですがまあ何かとちょっと読めなくなっておりますまあだからといって本買わないわけじゃないんですよ本好きなんで本買っちゃうんですよねでだから読んでない本がいっぱい溜まっちゃっててどうしようもなくなってるわけですよまあ見つけたら本買っちゃうんですよねまあ読んでる本とか大好きな本とかあるわけで、まあ、それだけ読んじゃうんですけどまあたい買う、えー、ときはえっとアマゾンさん楽天さんヤフーさん活用して まあ、主にやっぱ購入はしてしまうわけでございます。まあ、どこで買っても本は値段は一緒なわけですよ。だったら少しでも得したいなと思ってね、ポイントがついたりとか、あとまあ、クレジットカードが使えるとやはりまたね、安くなるわけでございます。まあ、近所にも本屋さんがありました。まあ、正直言ってこれね、ありましたになるんですよ。私も何件かちょっと近所に、まあ、近所と言っていいのかわからないですけど、まあ、車で行けるところに来る、あの、本屋さんが、 二件ほどあるわけでございますが、その一件が潰れてしまいました <laughs>。閉店しますって、張り紙ぺったり貼っておりました。まあ確かにお客さん入ってないなとかよく見てたわけでございますけど、いや、なんとなく複雑な思いでございます。まあよく言われるのが、えっ、ー、とですね、本好きと本屋さん好きは違うとかよく言われます。まあ私はあく、まあやっぱり間違いなく本好きの方ですね。 で、まあ本屋さんが好きなのかっていうと、そうでもないんですよね。まあ、まあ立ち読みとかはやらせていただくけど、やっぱりネットとかで買っちゃうんですよね。何かと便利ですしね。値段もありますからね。まあ家族をなすと結構ね、違うんですよね。やっぱその点からもね、本好きなんだろうなとか思ってね。まあそう考えると、本屋さんなくなったも問題てないかなとか思ってしまうと若干不思議なところであります。まあ本屋さんなんですけど、まああそこの経営もいろいろと難しいわけでございます。まあよく言われているのが、 一冊千円の品物を売ると22、22%、220円のあらりが本屋さんの方に行くとよく言われております。まあその220円をもとに、えっ、ー、と、よく、あの、商売をするわけでございます。まあ、あの、店内の人件費だ、あのなんだ、な、な、だ、の、いろいろ払うわけでございます。まあ、それで経営を成り立つわけでございます。まあ、本の場合は、まあ、古くなったり、食べられなくなったりする食品関係とは違いますんで、で、かつ、あれ、返品聞きますからね。 まあ、基本的に本,あ本を返品して返してもらうわけでございます。まあ、そのため、まあ、ロスもないとかよく言われるんですが、まあ、その代わり、万引きとか絡んできていろいろと大変だというはよく伺っております。まあ、いろいろと本屋さんも潰れておりまして、まあ、差別化が難しいのは間違いなくとは思われます。まあ、どこ行っても同じ本が並んでるわけですからね。それはなんか、 潰れるわなって思うわけですよ。で、かといって価格勝負できるかとできないわけですよ。まあできる努力といえば、まあ少しでもポイントカード、スタンプとかの方をサービスを充実させるというぐらいでしょうが、やはり、まあそこら辺になってくるとネットがやっぱり強くなってくるかなとは思われます。まあ近所の本屋さんでクレジットカード払い、正直って私できないですね。なんか、まあ600円であの400、まあ500円だあの本を買うときにカードで っていうのはやっぱちょっと抵抗ありますね。せめて QR コード関係のを使ってきていただければいいですけど、おそらく本屋さん嫌がるでしょうね。もともとあらりが少ない業界ですんで、その点からもやはりあまりやりたくないって感じでしょうね。まあ、その点からもやはり伸びにくい業界かなというふうには思われます。まあ、かといって私も本が好きな人間としては、やはり本屋さんがなくなるのもやっぱり残念だという考え方もできます。まあ、しかしながら、まあぶ じゃっっっってててしままさんなくなななくたかか不便はないかなとはいと思ってます雑誌に関しても今ネットの方で定額制のを活用して私も読んでますし本に関してもネットで買えるわけですよ正直言ってなくても問題ないかなと思ってしまいますまああの待ち合わせするときに本屋さん活用する ぐらいになってるのが現状ですね、自分としては。まあその点からも本屋さんちょっと難しいのかなとは思いつつも、複雑ですよね。まあでも、本屋さん大変だとよく伺っております。まあよくね、イメージとされてるのはゆっくりしているとかいう暇そうだとかよく言われますけど、本屋さん結構大変だって私も伺いましたんで、その点からもやはり、 日本から本屋さんが減っていくのも若干寂しくはあるんですけど、時代の長としては仕方ないのかなと思います。まあ上場企業で本屋さんを経営しているところもほぼないわけですから、その点からもいかに利益を取るのが難しいか、小さな本屋さんが難しいかって話ですよね。まあ本屋さんの取り合いも、本も取り合いもなりますんで、大手の方には流しやすくなりますんで、その点からも難しいのかなとは思われます。 うん本好きとしては若干残念かなという気持ちで本日はお話をさせていただきました。まあ、近所の本屋さんがなくなるそうです。ありがとうございました。それではまた。